こんにちは、シルクハンディの桐生です。中西です。今日もまたちょっと手袋のご紹介なんです。あの見た目全然冴えない手袋で、あの一体これ何っていう感じやな。そうですね。それがなんと撮影したエリちゃんやうちのスタッフがみんな発売されたらぜひ買いたい、はい、なんででしょう、こんなに冴えない手袋なのに。なんででしょうこれはシルク30数%と、そしてあの抗菌の糸が使われてるんです。照明も全部出てて、まあ、あのコロナのウイルスをどうこうっていうのは全然まだ調べてないんですけど、インフルエンザのウイルスなどもあのちゃんと抗菌してくれると、細菌とかそういうデータもあの一緒に添付しますが、あのホームページの方ですね。で、もう一つこの茶色い方の色が何だったっけ。あ、そう、スマホも対応しています止めたらこんな感じ。そうだね、スマホちょっとやってみます。はい、ね、ちゃんとニュース台風情報が見なくちゃねはいこんな感じでちっちゃいゲームできます。すごく反応がいいよね。はい、もう普通に手でやってるみたいな。今までのなんか使えるのって案外反応悪かったりしたんですけど、うん、この糸はもうすごく反応がいいんです、うん、なのでお買い物行く時とか、まあ電車でどっか行く時とかね。そうですね、釣り革とかも。そう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 、これをつけて、行けばずっとこう行って、まあ、お財布も開けて帰るまでこのままで、そして帰った時点で洗っていただくと、あのかなり洗濯しても大丈夫っていういろんなデータも出ております。ただこれの困ったことはこれとこれ色違うんだよね。はい、実は色違うはずなんですけど、あんまり判別ができない。中の絹糸をグレーにしたのと、こっちグレーだね、はい、ベージュにしたんですが、もともとのあのこうスマホができる糸とか抗菌の糸がこの色なんですよねそれの間に絹糸30数%入れたとしても正直なところあんまり変わらなかったのよね。そうですね、うん、どっちしよう、どっちでもいいっていう困った状態になりました、はい、でもあのまあすごく機能的にいいので、まあエリちゃんもね、そうですね、欲しいって買ういらん考えてるそうです。考え中まあ元の糸が、まあ、1キロ3万以上するのを使ってたりするので、ちょっとあの値段的には1000円近くなってしまうんですけども、あの2つあれば毎日洗って、うんうん、使えばね、はい、いいから、うん、あのまたどうぞよろしくお願いします。お願いしますありがとう。よく手袋だよね。そうです、私たちの、ね、そうですね、多いですね多いですね、はい、じゃあまた失礼いたします。失礼いたします。切ります